あなたは長って思ったことありますか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し所八雲庵、琉球食経、名古屋のセラピスト柚月、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。最近長って思った、今日ゲストで来てくださっているメインパーソナリティの DJ りょうさんとサブパーソナリティのカメさんとの収録がえらい長かったんですよね。2月の18日に私がサンデーナイトドリーミンのゲストとして出まして、その時の収録が30分の番組に対して40分強お話をしてて、で本日のゲストトークの元々の収録時間は20分弱ありました。楽しすぎて話しすぎちゃって長って、それだけね、楽しい時間を過ごしてきたということなので、今日のゲストコーナーはもう収録がとっても楽しかったっていうのが聞いていただくとわかる、これを聞いてくださっているそこのあなたも楽しみにしていただきたいなと思います。ということで早速参りましょう。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、サプリなお客様、あなたの恋と愛に役立つ素敵なお話を聞かせてくださるゲストをお迎えしております。 FM 大和毎週日曜日夜9時からオンエア中、サンデーナイトドリーミンから DJ りょうさんとカメさんがお越しくださいました。毎月3週目は女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんがご担当くださいます。今月は今までのオンエアからとっても素敵なお話を再放送でお届けいたします。そして DMM オンラインサロン、その他サブスクリプションが大好評、占い癒し所八雲庵オーナー萩原八雲先生の週末の占いサプリ、2月の22日は猫の日ということで、にゃんにゃんにゃんな占いを持ってきてくださいましたよ。にゃんにゃんにゃんな占い、さあどんな占いになっているんでしょうか。にゃん、番組では皆さんからのメールを募集しているにゃん。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談をお待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージをお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。たくさんの応援メッセージお待ちしているにゃん。サプリなお客様、本日のサプリのお客様、今日はなんと2名のお客様が来てくださっております。 FM 大和で毎週日曜日夜9時から放送中、サンデーナイトドリーミンからメインパーソナリティの DJ りょうさん、そしてサブパーソナリティのカメさん、お二人に来ていただきました。りょうさん、カメさん、よろしくお願いします。FM 大和で毎週日曜日夜の9時から放送中のサンデーナイトドリーミンです。夢を
叶えたい大人を応援する番組っていうことでっていうコンセプトで一応番組やらせていただいてます。ただ実際内容はあんまこう夢の話することは結構少ないんですけどまあちょっとあのいろんな夢をこう叶えていく行きたいなと思っている次第でございます。はい、今日はねお二人に来ていただいたので夜サプリっぽい話をしていきたいなと思います。はい、夢の話ではなくね。わかりました。もちろんです。はい、もうそっちも大丈夫ですから、はい、我々は、うん、ありがとうございます。はい、2週間前ぐらいのオンエアで、女性のリスナーさんからこういうご相談が寄せられて、はい、彼氏のあれがでかくて入らない。なるほど、もう一回言いますね。はい、彼氏のあれがでかくて入らない、うん、あれってあれですよね。あれですね。あれです。夢のような悩みですよね、本当に。普段こういう話を私パーソナリティとして一人でご相談乗ってるんですけど、今日は男性お二人いらっしゃるので、いわゆる男性側の視点、いわゆる女性側の視点を今日はミックスしていきたいなと。いいですね、男性側の意見。でもまず経験がないですからね。自分が大きすぎて入らなかったことがないから、ちょっとこう想像は難しいですよね。ちょっとなんかそう、俺のあれすごいだろ感が感じないから、すごいだろ感を持つ人もいそうな気はするんですけど。そうね、でもやっぱりこう男性からするとやっぱできないっていうのは結構な問題じゃないですか。そうですね、やっぱりもうしたいから、はい、したいのにできないって結構な問題だから、はい、やっぱり生理とかでなんかその日あの女性の方から断られて、女性の、はいはい、よくあるパターンですね。で男性はあのもうやる気満々でいたけれども、うん、できなかったパターン、これはまあ私とかでも経験があるんですけど、カメ、うん、ちゃんでも経験ある。ありますね、カメちゃんでも。カメちゃんでもあります。いやまあ結構全男性、カメちゃんのカメちゃんが、カメちゃんが、そうなんですよ、フルスイングできなくて、そうか、ガックし来てたバッターズサークルでこうずっと、ね、なるほど、こうかなり辛いんですけど、やっぱ格好つけますね。それでも構わない。そうそれで平気よみたいな感じは出しますね。そういう時にパートナーである大方女性、ね、どういうふうにお断りの言葉を作っていったらいいのかな。めちゃ生理が来てしまったという時にどんなふうな言葉をチョイスしていったら男性 そのバッターサークルでのがっくり感は軽減される。これはもう完全に男性の意見ですけど、うん、早めに言ってほしいですね。あの結構ことが進んでってもう、ね、私生理なのは結構きついです。例えばお泊まり行くと、旅行に行くとなった時に、で女性は大体こうね月のサイクルが分かってるから、1週間前ぐらいだったらちょっとやばいかもって言っといた方がいいの。はい、リアル関係性だったらもう絶対言った方がいいと思うんですけど、ただその情報僕は欲しいな。でしょ、例えばですけど、デートとかでデートをしますと、で事前に言われましたと、なんだよと、こっちはもうその日をめがけてたのにって思うじゃないですか。でもやっぱそれは出せないじゃないですか。出せないね。それは出せないし、それを言われても多分僕もさっきと一緒に多分カッコつけるんですよ。カッコつけるよね。あ、いや全然全然いいよ、大丈夫大丈夫、そんなつもり全くなかったからって。めっちゃ動揺してるのに、めっちゃ動揺してるのに、内心めちゃめちゃ残念がってるのに。でもやっぱ早めに言ってくれれば言ってくれるほど多分そのショック度は多分下がるかなとは。女子はあれですかね、あの生理であれ何であれできないということにとって、できないということは男性にとってショックを与えるものなんだって認識はしといた方がいいですね。認識はしといた方がいいと思う、うん、追加情報、お相手の男性パートナーさんは、痛いと言われることが嫌で、だんだんセックスが面倒くさいものになってきちゃってるそうなんです。でも彼女はしたい、でも痛くてなかなか全部入らないわけじゃないんだけど、男性が痛いって言われたらどういうふうに思うのかな。いや、でもやっぱ引いちゃうっていうか、なんか分からないから、その痛みがどのぐらい痛い、どう痛いか分からないから、多分こっちは引くしかないなと思いますよね。そうですね、引かざるを得ないですよね。申し訳なくなりますね、はい、ちょっといいですか、はい、ちょっと違う観点でプレイ内容をちょっといろいろ模索してみるっていうのはどうですか。プレイ内容、要はその入れるっていう行為じゃないことをもっと楽しめれば、はい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 、その本番行為
の前の前儀のところをもうすごい1時間ぐらいかけて濃厚にやって、でまあおもちゃとかをこう取り入れてみて、ちょっとこう違うアプローチからプレーを攻めてみるっていうのそれ一つですよね。入れられないということに対して男性はもやっとしないんです。いや、もやっとするだろうな。するよね。するだろうな。それはもう、もやっとするだろうな。入れられないっていうのはもやっとするだろうな。ですけど、でももうそれどうしようもないですよね。だって物理的に入らないんであれば。でもちょっとあの女性の質問なんですけど、はい、それこそさっき言ったおもちゃとかでちょっとずつちょっとずつこう、うん、ほぐしていけば、うん、いつか入るようになったりはするもんじゃないのかなと思ったんですけど、そんなこともないんですか。考えて、赤ちゃん通る道よ。あ、入りますよね。確かに確かに入りますよ。そうですよね。だって赤ちゃんが生まれるんだから。そうね。お二人がこれから結婚して子供を欲しいってなったら、うん、どっちみちそこに向き合わないといけない課題だから、うん、だったらもう今のうちからちょっともうね、あれか、短期目標と中長期目標、中長期目標をかけてフェーズを分けてって、そこをねこうあのカスタマーロード的な感じでご結婚はされてない。してない。あ、してないか、うん、であれば今はなんかそのいろんな種類をこう楽しみつつ、うん、まあ、ちょっとずつおもちゃとか取り入れてってこう、うん、中長期入れる入れないのところで諦めてしまうんではなくて、なんかそれ以外でこうスキンシップを楽しむっていうのも気持ちが女性側から見える方が嬉しいですよね。結構でも海外とかだとなんか反省会あるって聞きますよね。その行為が終わった後に互いにここはもっとこうが良かったっていうのを互いに話してって、こういうところが良かったとか、なんかフィそういうなんかフィードバックの時間があるっていうの。じゃあセックスも PDCA を回すPDCA をサイクル回しながら進めてってもいいのかもしれない。でそこまでオープンだったらっすね。やっぱでも今僕想像しましたけど、ちょっと難しいなと思った。なんか良くなかったってやっぱ言えない。もっとこうして自分が多分言えないなと思いました。その分かった、あのセックスのエバリエーションミーティングをしましょう。どういうこと。あのここが良かった、強いて言えばこうなると次はもっとこうなるよ、良くなるよねっていうミーティングを。ミーティングを。でもね、それすごい大事だ。でも多分それぐらい向き合えたらいいですね。お互いにね。めちゃくちゃ大事じゃないですか、セックスやっぱり。はい。そうですね。だそういうちょっとミーティングの場を設ける。いやでもね、それはセックスレス。それがいいかもしれない。ちゃんと互いに、ね、その1個の議題に対してちゃんと2人で話す。我々のセックスってどうなんだろうっていうのを、はい、きちんと会話するあの坂上文さんがやった日本のセックスならぬ、はい、我々のセックスっていう。ああいいですね、うん、一組一組が考えていく、うん、しっかりとそこに向き合って考えていくっていうのが、そこがなんかあんまりできてないから、はい、それデータ化したら面白いかも。確かに我々のセックス、いいですね。そうですね、だって教科書とかないから、うん、俺らって本当にそれこそ AV とかを見て、うん、こういう風にセックスってやるんだみたいなことしかないんですよ。そうですね、うん、友達のセックスの方法を聞いてもないじゃない。聞いてもないです ね。だからもうあれを真似るしかできないですもんね。そう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 、もう AV が俺らの教材で、うん、確かにそうで、あれを手本にやってるわけなんで、うんうんうん、でも女性側からの意見っていうのではなく、あれは完全に男性側の主観でね、うん、作られてるものですから、やっぱりねそれすごい大事な気しますね、うん、さて、はい、お話もまだまだ盛り上がっていきたいところなんですけれども、はい、お二人の番組名にちなんで、はい、お二人の夢を最後に聞かせてください。ああいいですね。僕ちょっと DJ 亮からじゃあお話しさせていただくと、僕あの今年ちょっと大和市内のちょっとイベントをにちょっとこう携わりたいなと思ってて、はい、結構大和市内いろんなお祭りとかイベントことあるので、うん、ちょっとそういうのにこう DJ 亮としてなんかこう参加できないかなっていうのは今ちょっと活動今行動中で、はい、もしなんかそういうの決まったらぜひあの僕の番組でもこう告知させていただくので、ぜひお越しいただければと思います。はい、はい、ではサブパーソナリティの亀ちゃん。はい、亀ちゃんはですね、もう亀ちゃんが定着してます今日はあの亀さんじゃなくて亀ちゃんでしょ。亀ちゃんですよね、はい、僕はですね、あの夢ってあんまりなくてですね、うん、こうしたいああしたいがないんですね、うん、はい、はい、で
割とそれが良くないなってずっと思って割といたんですけど、なんかそれが僕だなって結構思っていて最近は。なので本当今をもう全力で楽しむっていうのが、そうですね、今40代ですけど50代60代とその時その時で自分がフレッシュな自分でいたいなって思いです。今週のサプリのお客様はサンデーナイトドリーミンからパーソナリティの DJ りょうさん、サブパーソナリティの亀さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月3週目は女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんがご担当くださいます。今月は再放送をお聞きください。女風サプリ担当の名古屋の女風セラピストのゆずきです。今週のテーマは女風の利用場所についてです。どんなところで利用できるのと疑問に思っている方もいると思います。利用場所は主にホテルもしくは自宅です。ホテルの場合はラブホテルはもちろんビジネスホテルも対応しています。個人的におすすめなのはラブホテルです。アメニティも充実していますし、非日常を味わう上でラブホテルに来たという体験は非常に大きいと思います。ビジネスホテルも良いのですが、中には宿泊以外の入室を断られるケースもありますので、確実に安心して遊べるという点でもラブホテルをおすすめしています。二つ目の自宅なんですが、条件として、同居人がいないこと、こちらが挙げられます。これは当然ですね、トラブルを避けるために、利用される皆さんは必ず守ってくださいね。今挙げた場所以外にもマッサージを行わないデートコースを利用される場合は場所の縛りは特にありません。デートスポットや飲食店など気になるセラピストと一緒に恋人感覚でデートを楽しめます。そのセラピストが気に入ればそのままマッサージのコースに延長も可能となっております。いきなりの利用がもし不安な方はうまく活用してみてください。今後も女性が気軽に女性向け風俗を利用できるように女風に関する発信を行っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。では今週はここまでです。ゆずきでした。ゆずきさん、ありがとうございました。ゆずきさんへのお問い合わせはインターネット検索、名古屋ゆずき、名古屋優しい月でお願いいたします。
X での情報発信もぜひチェックしてくださいね。DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが大好評です。占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。2月22日は猫の日、にゃんにゃんにゃんです。それではセクシーににゃんにゃんしちゃうぞ。おひつじ座、素直さが武器のおひつじ座さん、もっとちゃんと撫でてほしいにゃって言えるわよね。おうし座、食べるのも眠るのもあなたと一緒がいいの。あなたのチュールたくさんペロペロしちゃったら眠くなっちゃったにゃん。双子座、軽めの猫パンツでじゃれているのはもっとかまっての証拠。次はあなたのギャットタワーに登っちゃおうかにゃん。ガニ座、猫って飼い主を子猫だと思ってお世話することがあるそうよ。今夜はたっぷり甘やかしてあげる。獅子座、大胆さと繊細さを兼ね備えている獅子座さん、せっかく獲物のふりしてるのに気づいてくれないなら本気見せちゃうよ。乙女座、あなたのことを考えて頭がパンクしそう。またたびよりあなたのまたたびで早く何もかも忘れさせてほしいにゃん。天秤座、猫耳つけて招き猫ポーズしている写真をあげているのはあなたを嫉妬させたいからよ。ほら全身見たいでしょ、早く言ってみてよ。サソリ座、隠れていても尻尾でアピールしちゃうのがバレちゃうくらいあなたが好きよ。ずっと人見て誘っているのになんで気づいてくれないにゃん。いて座、一緒に猫カフェに行こうって調べてたら近くにカワウソカフェがあってそっちも行ってみたい。夜は成り行き博士で光るお城とかもいいかもね。ヤギ座、お手おかわりなんてしたくないのにあなたにはしちゃうのはにゃんで、あんまりいじめないでほしいにゃん。水亀座、 YouTube で流行りの猫ミーム、私もあなたとハッピーハッピーハッピーしたんにゃん。魚座、ライオンって女の子が狩りをするらしいわ、しかも集団で。え、何想像してるの。占い癒しところ薬毛庵オーナー萩原薬毛先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬毛漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆担当は大久保の占いエラナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。ありがとうございました。
あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週4週目ですね、妊活サプリ、ご担当いただくのは子宝鍼灸師市毛真也先生です。市毛先生の優しいお声に癒されていきましょう。そして3月1日金曜日、小室ゆりと朝からお会いしませんか。横浜西口倫理法人会にて講話させていただきます。テーマは元セクシー女優の使命。私が現在小室ゆりとして活動しているわけ、そしてどんな世界を私は作っていきたいのか、このようなことをお話しさせていただきます。ぜひ多くの方に聞いていただければ嬉しいです。詳細お問い合わせは横浜西口倫理法人会、横浜西口倫理法人会にて検索をお願いいたします。さて、この番組はもう見てくれているよね。 YouTube 内コムユリチャンネル、私小室ゆりの今までお見せしてこなかった日常生活を Vlog 形式でお伝えしております。神戸での一日だったりとか、山梨へ講演会に行った時の様子など Vlog 形式でお伝えしておりますので、ぜひチャンネル登録、そして通知オンでお待ちいただけますと幸いです。コーギーのクーさんもモフモフしながら出てきますよ。インターネット検索は YouTube 内ひらがなでコムユリ、ひらがなでコムユリでお願いいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食系、名古屋のセラピストゆずき、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なわらばーな演芸集団FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。危険が身に迫った時、逃げ出すようではダメだ。かえって危険が2倍になる。決絶として立ち向かえば危険は半分に減る。何事に出会っても決して逃げるな。イギリスの政治家ウィンストン・チャーチルの名言です。逃げ出したくなることってありますよね。でも本当に逃げ出しちゃいけないのは自分自身からなんだと思いました。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた。